株式会社佐藤は、京都府福知山市に本社を置く企業。京都府、兵庫県、大阪府、福井県にショッピングセンターやスーパーマーケット、総合スーパーなどを展開している。キャッチフレーズは、北近畿最大の流通サービス企業。日流グループの一員である。主な省税圏は、福知山市及び、舞鶴市を中心とした京都府北部、豊岡市などの兵庫県北部。 福井県霊南エリアの一部に及ぶ。近年ではこれらエリアでの出余地が少なくなったため、出店エリアを南進する形で徐々に拡大。兵庫県では、神戸市、姫路市など、大阪府では、平方市、高槻市などの北東部、京都府中南部では、長岡京市、常陽市などへも進出している。主な業務内容は、小売業だが、それ以外にも、富士宮、 花富士、かつ、富士などのファミリーレストランやレストランの経営、ストックや、ストック館などのホームセンターに加え、ローザプラスや、ラフォンテなどの医療専門店も行っている。それに加えて、旅行、宅配、保険の代行サービスや、2001年9月には、楽天市場に、ギフト用品専用のオンラインショップ、佐藤アイクラブを出店するなど、 幅広い分野の小売店の事業展開も行っている。独自のポイント制度、i カードを発行しており、100円で1ポイントが付加され、1ポイントイコール1円で、いつでもお買い物券と交換できる。以前は、佐藤独自のクレジット機能が付いた i カードもあったが、i クレジットカードの登場により統合され、ポイント専用カードとなった。2009年には、クレジット機能が付いた。 クレジット専用カード、i クレジットカードの発行も開始した。ただし、i クレジットカードには、従来の i カードポイントを貯める機能がないため、クレジット決済の時でもポイント専用 i カードとの併用となる。2008年5月13日より、北近畿に本社がある企業としては初めて、電子マネーエディクレジット決済サービス ID での決済に対応した。 共用決済端末が全70店舗に導入された。ただし、すべてのレジに備わっているわけではなく、利用するためは専用レジに並ぶ必要がある。バザールタウンやフレッシュバザールの一部店舗では、セルフレジを設置している。全身株式会社設立株式会社設立。現在佐藤福知山駅前店佐藤。バザー。佐藤アイクラブ北近畿最大の総合流通サービス企業。 佐藤グループ全45店舗で ID、エディを導入。お買い物がさらに便利になりました。アーカイブド2008年12月5日、アットザウェイバックマシン、佐藤グループ本部を新設。佐藤グループ PDF、2018年9月29日、閲覧。ありがとうございます。